というわけで、以上が俺たちの目的というわけだ。ファング、食べながら話すのはお行儀が悪いから、もうやめなさいよ。アリンさんもですよ。これで私たちのことを分かってもらえたでしょうか。はあ、なんとなく。女神を復活させるためにドルファより先にフューリーを集めている。それだけ理解しておれば十分だ。はい、お肉どんどん食べないとすぐになくなる。エフォールが食べ物を自ら分け与えられるようになるなんて、私感動しちゃいました。なんだよエフォール、食べない奴に装うことねえって。ほらこっちによこせ。ダメです、これはエフォールがあげたものです。手を引っ叩くなよカリン。イブフリート、こっちも食え。ほら、エビフライ、コロッケ、スペアリブだ。あ、バカね、油まみれのものばっかりじゃない。ほら、こっちの方が好みよね。西京焼きに味噌田楽、それに煮浸しよ。イブフリートは若いんだから、油っこいくらいの方が好みなんだよ。いいから黙ってなさいよ。おっさんがペチャクチャ喋ってるとイブちゃんが食べられないじゃない。喋ってるのはお前も一緒だろ。イブフリートを和食派にしようったってそうはいかねえからな。いや、俺はその食べるということは生きること、生きるということは楽しむことじゃ。まずは食べよ。食べる前は手を合わせていただきます。いただきます。どうだ、洋食は美味しいだろう。和食の方が美味しいわよね。わからない、美味しいっていう味を知らないから美味しいかどうかわからないんだよ。これは美味しい、これも美味しい、こっちも、ここにあるものはすべて美味しいわ。そうなんだ。でもなんで美味しいのさ。美味しいの理由だって、そんなもん考えたこともね。そうね、いろいろとあるとは思うけれど、ただ栄養になれば良いというものではなく、幸せを得られるように作られた料理を人は美味しいと感じるのよ。おお、マリアノはなかなかに詩人じゃねえか。それ気に入ったぜ。あなたとザギがずっと望んでいたものでしょ。この食卓にはそれが並んでいるわ。これはイブフリート、食べた時にほっぺたの奥がキュッとしないか。した。それが美味しいの合図だ。これが美味しい、ここにある料理全部美味しいよ。そうやって学んでいきなさい。今まで味わえなかった幸せは一つずつ。食事も一段落したことだ。そろそろ大切なことを聞きたいのだが、イブフリート、今ドルファの中はどうなっているのかわかるか。私たちもドルファの人間だったけれど、あなたの情報が最も新しいだろうから。俺、フェンサーになる前はゴミみたいな扱いだったから、昔のことはよくわからない。でもフェンサーになってから知ったことでいいなら話せる。もちろんそれで構わない。バーナードは
人造フェンサーの軍隊を作ってる。な、軍隊？確かにそういった懸念があることは前にも話していましたが、まさか実現させるところまで進んでしまっているとは。イブフリード君、本当にバーナードは軍隊を作っているのですか？間違いなく。あら、オールさんはイブフリードちゃんを疑っているの？いえいえ、そういうわけではありませんよ。ですが、バーナードにそこまで大それたことをする度胸があるとは思えなかったのでね。別に疑われてもいい。でも俺が嘘をつく理由はないよ。確かにそうですね。ということは本当なんでしょうね。いよいよ軍隊のお出ましっちゅうわけか。四天王らを相手にしとった頃とは随分と話が変わってくるで。これ、その軍隊には今どの程度の人造フェンサーの兵士がいるのでしょうか？小隊が2つくらいかな。約100人といったところか。軍隊に所属している人造フェンサーはみんな疑似フューリーを支給されてた。でも疑似よりも本物のフューリーの方が能力は高いから、兵たちをフューリーの回収に向かわせてるみたい。すでに人造フェンサーが100人いるのだとすると、本物のフューリーも私たちの手元にある分を除いてほとんど回収されてしまっているかもしれませんね。あの方って呼ばれてる研究室にこもってるフードの男、あいつのことは知ってるんだっけ？ああ、以前に私が話した。なら話は早いね。あのフードの男、あいつも本物のフューリーが必要なんだって。何のために必要なのかはわからないけど、そのために兵士が持ち帰ったフューリーはそいつにある程度は分ける必要があるってバーナードが嘆いていたのを聞いたことがある。だから軍隊の全員が本物のフューリーを使っているわけじゃないと思うけどね。それでも普通の軍隊とは段違いの強さだろうな。だろうね。そっちの坊やは人造フェンサーだったんでしょ？なら疑似フューリーの力もよく知ってると思うし。うん。一つ訂正、リンネは坊やじゃなくてお嬢さんよ。お嬢さん。え？しゃしゃ。そうだったの。さすがに驚いたぞ。女性だったのか。全く気がつかなかった。いや、その発言も失礼だな。すまん。最近は一緒にお風呂入ってる。初めて女湯で一緒になった時はびっくりしましたけれどね。今では私と一緒にエフォールの髪を洗ってくれるんですよ。リンネ上手。髪洗いなら任せろ。皆さん、話がそれていますよ。僕たちは疑似フューリーを持ったリンネさんとの戦いを経験しています。ですから人造フェンサーの強さも身に染みて分かっています。そうですわね。リンネさん一人でもあんなに苦労したんですもの。それが二部隊ってことやろ。わいらはリンネみたいなのを100人も相手せんとあかんのかい。そういうことになるわね。本当に困っちゃうわ。だがバーナードのやつは人造フェンサーの軍隊など作って何をする気なのだろうな。全くですよ。本当に何をするつもりなのやら。
人造フェンサーもだいぶ揃ってきたな。壮観な景色だ。お前もそう思うだろう、パイ。はい、もちろんです。ですが本当に大丈夫でしょうか。あの方に内緒で軍隊などを作っても。あれを信用してはいけない。え、ということはあの方は偽物だと。そうとは言っていない。人造フェンサー、疑似フューリー、それに数々の信じられない発明を考えれば疑う余地はない。あれは本物だ。しかしあの男の腹の中には常人には計り知れない何かが潜んでいる。確かに得体の知れない感じはしますね。実際本物だとしたら普通の人間ではないということでしょうし。まあだから信用はできない。この軍隊も万が一の備えと心得、あの男が本性を現し我々に牙を剥いてきたとしても黙って食われるつもりはない。さすがです。備えあれば憂いなしですからね。私は戻る。こいつらの管理は任せたぞ。はい、お任せください。ああ、行っちゃった。イブフリートがファングたちに寝返ったって言えなくなっちゃった。どうすんの。仕方ないだろう。言える雰囲気ではなかったんだから。後でバレた時の方がやばいと思うけどな。寝るか。あ、現実逃避だ。よーロロ、フューリーの情報を買いに来たぞ。遅い遅いよお兄ちゃん。ビッグチャンスを逃しちゃってるよ。あ、どういうことだ。フューリーならアンクオヌガンドにあるみたいだよ。でもさっきドルファからたくさんのフェンサーがガンドに向かうのを見ちゃった。だから今から行っても手遅れだと思う。たくさんのフェンサー、人造フェンサー軍の部隊でしょうね。マジかよ、早速勝ち合うことになりそうだな。はあ、もう少し早く来てくれればお兄ちゃんたちにこの情報を高く売ることができたのに。チャンスを逃したってそちらの意味なんですね。どうする、ファング。手遅れかどうかは行ってみなきゃわからねえだろう。アンクオーヌガンドーには行ってみようぜ。軍隊がいるかもしれないけど、いいの？そんなもんにビビる俺様じゃねえ。いざとなったらガルドをおとりにして逃げるしな。そんな殺生な。そうだロロ、何でもいいから女神復活についての情報を調べておいてくれねえか。今回はタダで情報をもらったけど、そっちの情報はきちんと買ってやるからよ。おお、さすがお兄ちゃん。そういうことなら頑張っちゃうよ。ああ、頼んだぞロド。んじゃアンクオヌガンドーに行くか。岩洞には無事に着きましたが。やっぱりロロちゃんの言った通り、人造フェンサーの部隊がいるわね。結構な数がおるで、ほんま。なんでお前ら隠れてるの。早く行かないと先越されちゃうのに。バカ野郎、声が大きいだろ、イブフリート。
ビビらないんじゃなかったの？ビビってなんかいねえ。でもあれを見てみろよ。次々に現れる岩洞のモンスターをバッタバッタと簡単に倒していってるだろう。まるで庭の雑草でも刈るように。想定よりもヤバそうだから足がすくんじゃってるんでしょう。ガルド、準備はできてるか？俺たちが無事に帰れるかは全てはお前にかかってるんだからな。ひどいで旦那、おとりになる準備なんかできとらへんわ。あ、あいつらにビビったモンスターがこっちに逃げてくるよ。こっちに来るんじゃねえ。あいつらに感づかれちまうだろう。無駄みたいだよ。モンスター、俺たちに気づいたし。気のせいかな。今モンスターが私たちを見て少し笑ったような気がしたんだけど。人造フェンサー部隊よりも俺たちの方がちょろそうに見えたのかも。ふざけんな。モンスターなんかに舐められてたまるか。気づかれても関係ねえ。やるぞお前ら。一丁やったのか。ステージ準備整いました。俺様の番だ。死んで終わらせる。サクサクっとな。アタックエフェクト。わっしょーい。清い世界のために。アタックエフェクト。隠れても無駄です。ようやく出番。歌は世界刻む張り立てた真実がいつか重なる。その日を待って
エフェクト。大丈夫ですか？生き返るぜ。全ては私の配下。スピルとはな。くらえない。手抜いたらんで。アタックエフェクト。まずいだろね。サインサイン。天井知らずのワイヤレ。アタックエフェクト。吹っ飛ばすよ。待て。行くかい。炎だ。偉大なる魔法。アタックエフェクト。逃げ場はない。ワイの番やな。タコ殴り了解です。足らんのは足は引っ張りません。遅れんなよマリサ。飛ばされんようにな。我が輩についてこられるか。アタックエフェクト。今のもとに。アタックエフェクト。フェアライズ。アタックエフェクト。ここに逃げ場はない。準備はいいぜ。アリン。痛み揺れに雲が
座ろうぜ。行くぞ、リュウシン。ヒールエフェクト。大丈夫ですか？足は引っ張りません。遅れんなよマリサ。マリサ行くで。
輩についてこられるか。アタックエフェクト。エビの名のもとに。ワイの番やな。アタックエフェクト。よっしゃ。断罪します。アタックエフェクト。なってみせます。最後は。まだまだ上があります。せーの。足は引っ張りません。ようやく出番。アタックエフェクト。わが輩の番か。アタックエフェクト。受け身よ。手抜いたらんで。ステージ準備整いました。あったりません。見せます。アタックエフェクト。手加減よ。勝利や。もうモンスターは倒したぞ。次は軍隊か。かかってこいや。ほら、どうしたどうした。こっちにはガルドが控えてるんだぞ。来るならさっさと来い。ファング、警戒を解いても問題ない。付近から敵の気配を感じない。フューリーを回収して撤退したようです。正直少しホッとしています。命拾いしましたね。チッ、せっかくやる気が出てきたのによ。逃げられたんじゃ仕方がねえか。撤退したと分かった瞬間に強気な態度になった。しかし想定を大幅に上回る数と強さだと認識した。放っておけばフューリーも人造フェンサーも増えていく一方でしょうし、時間が経つほど脅威は増していくでしょうね。何か対策を考えないといけないかもしれませんわね。対策って言ってもな。オール、何かいいアイデアはないかしら。
出られるのか。ここから。いや違う、そうじゃない。僕がすべきことは。ねえ、もう一度。なんだ。よ。フルール。オール。みんなで宿に戻るよ。ここにもう用はないからね。あ。ねえオール。私たち、以前にどこかでティアラさんに会ったかしら。どうしてそんなことを聞くんだい？ティアラ君に会ったのは、ファング君がシャルマン君に殺されかけたあの時が初めてだよ。変なことを気にする子だね。私は記憶を。